物が来たので開けてみたいと思います。買ってきたよ。いっぱい来たんだけど、ほらこれね、あの、わあ、ほら、フルタイムさんに来て、おーい、すごい、フルタイムさん。え、これはタイピーさん。デコさん、おお、すごいな。あの、ねねけいこさんです。こんなに。ねえ、たくさん。じゃあ、フルタイムさんにね、お渡ししますね。いや、珍しい人が来た、珍しいね。じゃあ、これを、あの、差し上げたいと思います。ねねけいこさんね、ちょっと、行ってきたんだよね、海外に。今、ドルが強いですけど、すごいね。だってラーメン一杯5000円ぐらいするからね、今。すごい。はい、それなのにね、お土産たくさんありがとうございます。じゃあちょっとデコの開けたいと思います。お、わ、いっぱい入ってる。ありがとうございます。お手紙とね、じゃあ全部出してみますね。けいこさん好きなポンちゃん来たわ。珍しいね。ねえ、珍しい人が来た。人じゃないけど。はい、ラルちゃんも気になるね。たくさん。じゃあ、お手紙読みながら読ませていただきます。ね、畑のおばあさんって書いて、おばあ様へって、あら嬉しいね。これは子ぬかドクターへ。わかりました。これとこれは、あとこれもかな。ファイヤーくん、ファイヤーくん渡しますね。あるかな。結構のくださったかしら。なにこれ、かわいい。ちょっと私わからない、これなんだろう。ねけいこさんなんですかね、これ。マウイのミカロ3つトライメル、ちょっと後で調べてみたいと思います。かわいいな、草履かなとか思っちゃった。2つあったから。何これ、お菓子、マカダミアナッツだって。おー、すごい、これは美味しそうな、これは、わー、タイピーに食べられちゃう。すごい、絶対おいしいやつだこれ。いろんな種類が入ってて、おお、おいしそう。この種類が入ってて、ああ、ありがとうございます。じゃあラルフがちょっと狙ってますので、私とかね。ああ、すごい。はい、開けました。これは何だろう、かわいらしい。あ、これはマカダミアナッツだ。おー、こんな風にして売ってるんだね。あとこの、かわいい。これかわいいじゃん。ハワイだ。ハワイのお花。すごい、きれい。あ、じゃあこれ、つけさせていただきます。紙をね、こうやってやるやつ。かわいい。あ、これなんか前、なんか、メメさんも、くださったような違うタイプのかな。何、あ、マカダミアナッツのパンケーキミックス。どんな味なんだろう。ねえ、おいしそう。あとこれ、ハイチュウ。
ハイチュウって、ね、日本のものじゃないんだね。スイカ、スイカ、見てスイカだ。スイカのハイチュウ。ありがとうございます。あと、何こ、うん、こっちこっち、これ。あ、かわいい。アロハ。おわい。ねえ、かわいい。ね、これ。バッグ。こっち、革に、こうやって入れられて素敵。おー。ねえ、いいですね。おしゃれね。しっかりしてるし、生地も。おー、いいやつ。かわいい。楽しい。楽しい、こういう柄。ねえ、ありがとう、けいこさん。ねえね、けいこさん。また後で、きちんと入れときますね。はい。あとこれ。これなーに？ミルクチョコレート。カーボード。ブラウニーズ。ブラウニーズ。うわ！これもほら、さっきのね、種類。ブラウニーズ。うわー。美味しそうだ。これは、食べないと。絶対にご飯減らしてもだってね、美味しそうだもんありがとうございます。こんな、なかなか食べれない。ハワイ行かないと売ってないじゃん。すごい、ありがとう。タイピーのはちょっと見ていいですか。タイピーの、おお、あ、タイピーにもちゃんとお手紙くださってね。あ、バスタオルが入ってるんだ。ハワイのお土産ですって。わあ、なに？バスタオル素敵。ほら、バスタオル。ちょっと開けさせてください。お、素敵な。わあ、いい。いいやつ。ほら、マウイ、カウイ、オハウ、ナナイ、オワイ。おー、素敵、サンセット。ハワイのサンセット。いいね、見たことないけどさ。ありがとう。じゃあこれまた畳んでね、入れときます。あと、見せて。あ、違うのが入って、ほら。あ、靴下。かわいい靴下。これ、派手でいいじゃん、派手で。あ、なにこれ、キャンディ、チョコレートかキャンディ。これも入ってるね。これは何だろう、美味しそう。マカダミアポップコーン、これは美味しそうだなマカダミアポップコーンだって、これハマりそう。うわ、違うかしら。これも、なんかチョコのポップコーン。マカダミアナッツの。ね。マカダミアナッツって書いてある。これは美味しそう。そんなにハワイってマカダミアナッツ取れるのね。だってお土産そうだもんね。チョコレートのね。で、これ、また、一人一個入ってる。一人一個。これは大事にいただきますね。ありがとうございました。これは、フルタイムさんに、ね、持ってきます。ありがとうございます。ねねけいこさん。ごちそうさまでした。じゃあ、みんなに分けて、お渡ししますね。たくさんたくさんありがとうございました。介護とか、ね、いろいろあったりしながらも、なんか、ご主人様が、いっといでって言ってくれたんですってね。なんか幸せ、ほんと。ねね、けいこさんを思い浮かべると、なんか世代がね、だいたい一緒のぐらいかな、私よりお若いかなって、いう感じですけれど、
なんか20代の頃思い出します。なぜか。 ねえ、なんかバブルの楽しんで いた時期の香りがする。 若い時のね。私もお裾分け、こんなたくさんお裾分けいただきながら楽しみたいと思います。ねねけいこさん、ありがとうございました。元気でね。またね。ありがとう。手紙読むの忘れちゃった。いつも明るい笑顔のライブありがとうございます。土曜日は卓球教室へ行ってるので参加できない日が多いのですが、てこさんに元気をいただいてます。母が春まで介護施設に入所になりましたので、リフレッシュにハワイへ行ってきました。ウェイトコントロール中のデコさんには申し訳ありません。クッキーです。スティーブさんどうぞ。笑。いちいち1個なら OK かなって。 そうですね、そうしたいと思います。お手数ですが、お隣の畑のおばあさま、小塚先生、フルタイムさん、ファイヤー君にお届けお願いいたします。ビッグアイランドキャーディーズのショートブレッドです。クッキー、小さい方の瓶は、ごめんなさい。小さい方の箱はブラウニーです。濃厚ですので、2人で1個で良いかと。そっか。2人で1個。そうだね。2人でね。半分っていう意味じゃなくて、2人で1個ね。了解しました。十分です。私は冷やしていただいてます。キルティングのはフィンガーミントです。フィンガーミトンです。ミトンか。ミトン。フィンガーミトン。ショートブレッドの賞味期限は12月中旬頃です。了解しました。ねねけいこって書いてあります。ありがとう、ねねけいこさん。ありがとうございます。いただきます。こうやって、なんか鍋つかみかな。こうやって鍋つかみかな。私がリラックスするやつ。鍋つかみ？ 教えて、鍋にするのもったいない感じ。教えてー。